皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、この前の動画でですね、エアコンの風で乾燥してしまうとね、お話ししたんですけども、その乾燥した空気がね、出てくるとね、部屋が乾燥して、その喉やね、目やね、あの肌が乾燥してしまうんですよね。でそんな乾燥がさらに進行すると怖いことが起こります。それは肺炎なんですよ。で今日はですね、まあ、そんなね、エアコンと肺炎についてのお話とね、で肺炎になってしまった肺がね、まあ、どのような活動とか機能をねして体を守ってくれているのかっていうね、まあ、大切なお話をしますので、よかったら最後までお聞きください。でその肺炎というのはですね、まあ、そもそも肺というのは、まあ、ここに2つあるんですけどもね、人間の体に2つあるんですけども、その肺というのはですね、体内の二酸化炭素とね、体の外から体内に取り込んだ酸素を交換する重要な器官でございます。でその肺の組織がですね、細菌やねウイルスなどの病原体にね感染してしまって炎症を起こしてしまうのが肺炎です。で感染の原因としてはですね、まあ、高齢であるとか、他の疾患にかかってしまったとか、僕みたいに、ね、白血病をしてしまったとかって、まあ、他の、ね、疾患にかかっているとかね、まあ、などの理由で、まあ、体の免疫力が、ね、低下して肺にまでに、ね、病原体が侵入して感染するというケースが多いようです。で特に、ね、風邪や、ね、インフルエンザにかかってしまって、そのウイルスによって、ね、気管が傷つけられてしまうと、ね、その病原体をあの体の外に、ね、排出することができずにです、ね、肺炎にかかりやすくなってしまうんですよ。で肺炎の主な、ね、症状というのはですね、息が出たり、熱が出たり、胸が痛くなったり、痰が出る、息苦しいなどで、まあ、風邪の、ね、症状と、ね、間違えられやすいんですけども、まあ、症状が、ね、こうずっと長引いてね、その風邪の症状よりも、ね、重い症状が出てしまうのが特徴なんです。しかしですね、その病原体の種類によってはですね、まあ、咳や熱などが、ね、あまり出ない場合もあってですね、まあ、風邪と勘違いしてしまうケースも多いようです。またね、肺炎というのはですね、放っておくとですね、重症化しやすくてですね、まあ、入院治療が必要なこともあります。風邪が長引いたりね、高熱やね、激しい咳がね、3日4日ぐらい続いてたりするとですね、まあ、必ずね、医療機関をね、受診するようにしてください。でそんな肺炎っていうのはエアコンの風に深く関係があります。それはね、エアコンの機械の中に潜んでるね、カビが原因なんですよ。でもね、皆さん思いません？エアコンって乾いた風が出てきますよね。でもカビっていうのは湿度が高いところに発生するのに、乾燥した風が出てくるエアコンになぜカビが発生するんでしょうか。そんなね、エアコンにカビが入る理由っていうのはね、そのエアコンが置かれた環境にあります。カビが生えやすい条件というのはですね、湿度、温度、ほこり、汚れのね、この3つなんですよ。でまずカビが最も繁殖しやすい温度っていうのは20度から35度です。エアコンの内部、ね、機械の内部の温度とね、リモコンでピピピってこう操作する設定温度というのはね、まあ、厳密に言えばね、少しね、違うんですけども、その人間がね、快適やわーって思うようなね、室温っていうのは、カビがね、生えやすい温度でもね、あるんです。まあ、20度から30度以内の間やったら、まあ快適かなと思いますね。30度超えてしまうとね、もう真夏日と一緒になるんでね、逆にしんどくなったりしますよね。またね、湿度がね、80% を超えるとですね、カビがね、繁殖しやすくなります。まあ、お風呂なんかそうですよね。まさにね、あの空間こそ湿度の空間ですよね。で、ほんでね、そのエアコンにカビが発生する理由なんですけども、エアコンというのはですね、運転する際にですね、冷たい空気と熱い空気が触れ合うことによって、エアコンの内部で結露が生まれて湿度が上がります。まあ、例えばね、冬はね、その空気が乾燥しがちなんですけども、逆に冷たい空気を吸い込んで、熱い空気を出すので、そこでね、結露が、ね、生まれてね、湿度が上がってしまいます。そしてさらに冬なんか加湿器を使うこともあってですね、カビが生える条件が揃ってしまう場合もね、少なくはありません。ましてやね、夏なんかはもう普通に湿度が高いからね、そのエアコンの内部にね、カビが発色するね、条件をね、満たしてしまうんですよ。それからね、まあ、エアコンについたホコリや汚れとかあるじゃないですか。あれはね、カビの餌になってしまってね、カビの繁殖につながります。
まあ、エアコンをね通るその空気にはね、その室内のホコリとか、まあ、タバコを吸う人やったらタバコの煙とかね、でキッチンから流れてくるその油汚れとかもあるじゃないですか。そんなも含まれるからね、まあ、こまめにねフィルターとかの掃除をしないとね、エアコンの内部にね汚れが溜まっていってしまうんですよ。でそんな条件によってカビとその他の他もいろいろありますけども、まあ、吹き出し口からね出てくる風をね吸い込むことによって咳が出てひどくなったら肺炎になってしまうんです。ほんであのエアコンのフィルターについたホコリっていうのはですね、その肺炎につながるねアスペルギルスというねカビがいっぱいついてます。でこれが肺に入るとアレルギー反応を起こして乾いた咳や痰などのね症状をね引き起こしてしまうんです。でそうなると呼吸が苦しくなって、もう酸素吸入器がねないとね生きていけないほどのね体にもなることだってあるんです。僕はね去年の6月にね肺炎で入院したんですけどもね、その時にね初めてね酸素吸入器をつけましたね。その頃の動画をね見てもらえば分かりますけどもね、そのマスクの中にねこう耳からこう通してチューブね、鼻にこう繋がってるチューブがあるんですよ。あれをね通している姿がね見れると思います。まあでもその頃っていうのはね、まだその白血病の入院からね退院して半年しか経ってなかったので、免疫力もねそこまでまあ今ほどね回復してなかったんやろうからね、まあカビ菌とかねその他他のウイルスに分けてしまったので肺炎になってしまったなと思います。まあ肺炎というのはですね、その名の通りですかね、肺に炎症反応が起こっている状態です。まあホコリやすすカビ、真菌細菌ウイルスなどがね肺の中に入ってしまって繁殖しないように肺にある細胞細胞が肺を守ろうとして炎症反応が起こります。なぜそんなことが起こってしまうのかと言いますとですね、まあ、人間は大人であってばね、だいたい1日に、ね、約2万リットルもの空気をねこう吸って吐いて吸って吐いてっていう風に呼吸をするんですよ。だから当然ながらですね、そこにはその有害な粒子やガスが、ね、含まれている可能性が、ね、あるんです。まあ、粒子としてはまあ先ほども言いましたけども、そのホコリやすすでしょ、カビ、真菌、細菌、ウイルスなどがあってね、でこれらがこう気道やね肺胞の内側にね付着します。しかし幸いなことにですね、呼吸器系にはですね気道をきれいにして体を守るその防護機構がね備わっています。まあでも直径がね3から5マイクロメートル未満のね極めて小さなね粒子だけがね肺の奥へ侵入してしまいます。でそんな極めて小さな粒子っていうのがね今まさに怖い病気をね引き起こしてるんですよ。怖いですよね。だからねそんな怖い病気を引き起こさないためにですね、まあ人間の体のね細胞の中にはですねマクロファージというねものがねあるんです。でそのマクロファージというのはですね、あの白血球の一種なんですよ。でその白血球の一種のマクロファージが、体に侵入してきたね細菌などをね異物とみなしたものをね捕食して消化してくれるんです。でまあそんなねお掃除屋さんの役割を果たしてくれるんですよ。ほんでそのね肺なんですけどね、肺にもね肺胞マクロファージというのがありまして、肺胞マクロファージもね白血球の一種なんですよ。でその肺胞マクロファージというのはですね、肺胞の表面に存在してるんですけども、これまたね肺のね防護機構のね一端をね担ってくれてるんです。そんな肺胞マクロファージがある肺胞にはですね、ガス交換すなわちまあその酸素と二酸化炭素の交換をね行う必要があるためにですね、肺胞にはですね他の臓器のようにですね粘液層とかね繊毛といったね組織によってね保護はされてないんですよ。その理由はですね、粘液があるとその厚みによってね酸素と二酸化炭素の移動がね遅れるためなんですよ。なのでそれの代わりにね肺胞マクロファージがね肺胞に溜まったね粒子を探し当てて、でそれに結合をして取り込んでくれたり生物であれば殺傷して消化してくれるんですよ。でそのような活動はねこう常に行われていましてですね、でその最中にね肺がね深刻な危険にさらされてしまうとですね、血液中を循環しているまあ他のね白血球が特に好中球っていうのがねバーって肺に集まってきてね病原体の取り組みとかね殺傷をね助けてくれます。例えば、まあ、大量のホコリを吸い込んだりね呼吸器系感染症にかかったりした時にはですね、大量のマクロファージがバーって作られるとともにね好中球がね他の血管からねやってきてね補充されてくれます。そのような機能がおかしくなってしまうとですね、抗生物質とかのお薬を飲んでねそのウイルスの活動を、ね、抑えないといけません。それでも肺炎が悪化してしまうとですね、場合によっては入院せざるを得なくなります。体の、ね、中の機能の、ね、防護作用で守ろうとしてくれますけども、まあ、今のこの時期のような、ね、真夏の環境下では、ね、限界があります。なのでまあこの真夏にはですね、エアコンは必需品ですけどもね、まあ、そんなエアコンによって、ね、健康被害が出てしまうと、ね、飽きません。つまりですね、エアコンによる肺炎というその被害を避けるためにですね、まあ、ホコリやすすカビ真菌細菌ウイルスなどが、ね、この循環されてしまっている部屋の中の空
空気だけで過ごすのではなくですね、窓を開けて換気をして新しい空気を入れてあげましょうということなんですよ。まあ今日は駆け足でね、エアコンと肺炎にまつわることをねお話しさせてもらったんですけどもね、まあ、まだまだねそのエアコンを使う日々はね続いていきます。なのでね、まあ上手に活用してね自分の健康とかをね守っていきましょう。まあそんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。